ダコタ・ファニングさんのお芝居をなんとか壊さないように自分でも頑張らなきゃなとは思ってるんですけど、すごく素敵なお話なので、これに携われるっていうのはすごくやっぱり嬉しくて、 RKB をご覧の皆さんは福田萌子です。シャーロットの贈り物、すごくあったかくて素敵な話なのでぜひ見てください。イエーイ